お願いします。藤井です。あ、川上です。ボイスラバーズという概要欄にリンクを貼っとこうと思うんですけど、はい、そちらの収録今日やりまして、はい、お叱りをね、川上先生から、はい、DIY チャンネル見てるよと、はい、ただ DIY っていう割にただのギター紹介じゃねえかと。最近どうもなんかブルース寄りにしかもなってる、なんかね、ブルースチャンネルみたいになってるからDIY で Do It Yourself、 何でも自分で作っていこうと、はい、いうそのスピリットがね感じられない最近本当すいません。それでなぜか、はい、次郎先生が、はい、こちらキャベツ、しかも半分、はい、これなんでこれキャベツここにあるんですかね。いや、 DIY という体、うん、彼らにはやっぱり生ですよね、うん、そして体の中から湧き出る何かって考えた時にやっぱ体の中に入るもの、また自然に近いもの、うん、そういうものからビートとか音楽を作っていけると、うん、もう一回その DIY 精神にね、スピリットを、ね、帰っていけんじゃないかなっていうので、まあ、言ってること土星論ですけどこのコンビニキャベツで何をするんだっていう話ですよね。でいや、それでね、うん、それでまあ、いつもあのここのスタジオ来るときに、はい、なんかあの差し入れでもと思っていろいろ買ってくるんだけど、うん、そうね、いつもね、あれでその時にこのアイデアを思いついたんだけど、うん、なんか世の中のね、うん、その料理する前の材料で、うんうん、音が一番するものって何だろうかなっていろいろ考えた。お、確かに、うんうん、やっぱりあの鍋に入れるもの、要は煮ないと食べれないものとか、うんうん、それから細かく刻まないと食べれないものとかだよなって思ったら、うん、キャベツがあって、うん、で、あ、キャベツって食べてる時のね、うん、頭蓋骨の中に響いてる音、シャクシャクっていう、シャクシャク、あそこがなんとなくインスピレーションであったんだけ ど、 ど果たしてね、うん、このキャベツを切る音とか、うん、まあ、何でもいいですが、奥でもいいし、うん、それがちゃんと録音できるのかという一抹の不安がありまして、じゃあ早速撮っていこうと思うんですが、はい、じゃ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 ん、見て見えますか、これ次郎ちゃんから絶賛仮パク中のアーカーゲーというですね非常に優秀なコンデンサーマイクでございますよ。この優秀なマイクの全ての機能をキャベツに使う、はい、じゃあバスドラから撮っていくってことで、どうやって撮りますか、サクでもいいし、リズム作るから、これ何パターンか撮ってもいいじゃない、うん、うん、とかこう一番低音が出る方がいいよね、バスドラだから、うん、これ板の音なんかトンって落としてみる、落とす、あ、こう跳ねちゃうの、やっぱ押さえつけないとダメよ、あんまりローの成分出ないっすな、ね、パソコンの中で刺して、俺まな板持ってみる、あ、なるほど、持ってみる、はい、あ、いいじゃないですかいいじゃん、キックだ、キック、こちらちょっとぐるぐるぐる、これね、はい、パソコンでここに、マイクの線が入るんで、ここからパソコンに入れていこうかなと、アンビをね、アンビね、アンビというのはあの空気の音ですね、スーっていう部屋の音、それがねどうしてもねマイクが高性能すぎて、だからアンビ対策で今毛布を、すげえ本格的になってきた、やるならこれをかけて、かけて毛布を やることによって吸音するっていうね、じゃあ取っていきますよ、来てるね、これもし低音サラダミュージック、サラダミュージック大丈夫だ、じゃあ回すよ、ドンだけでいいからね、はい、はい撮りましたか、撮れたこれです、100Hz あたり結構出てんのよね、ほら、うん、うん、くだらねえ、いやいやいや、あー、エフェクター入れてみたいな、ダメかな、ダメだねもう EQ のみ今日、よし、わかった、スネア、スネアっていうのはね、皆さんあのドンチドンチのチよ、はい、チですね、けど何これあのキャベツって、いや、さっき、うん、キャベツ買った時に、うん、音も鳴るね、ものって考えたら、うん、案外ね選択肢少なくて、なるほど、そしたらこれ50円引きで50円引きで、はい、これなしです、なし、まあまあまあ見てわかります、うん、説明されなくても、なしはあの切る音よりか食べたけど尺、あ、どんな音するんだろうね、まあ、まあだから切るパターンと、うん、かじるパターンをやりましょう、はいはい、DIY スピリッツ思い出させてくれて本当にありがとうございます、ね、これ缶はいらないと思う、だからここの薄皮一枚で止めてほしい、そんなんできない、キュッシュッ、それじゃあ俺が録音するまあそこまで言うならってことだよね、責任重大じゃんこれ、大丈夫かな、いきますよ、はい。
はい、いただきました。一応ほら、まな板に当たんないとこで半分で止めたんですけど。わー、いい音。取れてる。うん、いい音。取れてるじゃないですか。ハイハット取っていこうと思います。ハイハットはあのドラムで言うとね、はい、ドンパーンドントンパーンのチッ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 。包丁でやってるんだ。おっかないけど。千切り作ります。作りますか。もうはい、もういきます。いきますよ。はい、まだまだまだ。はい、これキャベツだらけになっちゃった。はい、リズムができたところで、はい、ジローボーイが、はい、シャクっていう音をね、シャクを言ってみようじゃねえかと。撮りますよ。はい、これね、ちょっとボケてる。歯ごたえが、歯ごたえが、味はいいんだけど、やっぱり50円引きのケチって買ったからな、俺な。でもそういうとこだよな、俺。でもこれはもうリズムトラック作ったとこで今日完成ってことにします。あとベースも必要じゃないですか。まあドラムがあったらベース必要ね。そうですね、うん、じゃじゃじゃん。もはやキャベツでもキャベツじゃなくなってるんですけど、まあ、一応 DIY の中ではありますね。うん、そうだよね。はい、あのこれ一つも物を無駄にしない、うん、スピリッツよね。スピリッツ。キャベツのドラムに梨の、うんうん、スネア、スネア、うん、でペットボトルのベースと。はい、このままそのままで飲みます。飲むと低音になるはず。さらに飲みます。もうちょっと。いきます。はい、いただきました。ベース取りました。はいはいはい、できちゃいましたね。整理するとキャベツでバスドラやりました。ガリやりました。あとシャクシャクやりました、はい、ペットボトルベースを入れました。ペットボトルベース、はい、これせっかくだから声をかぶせようと。もう楽器はね、使わずに、これが楽器だと。もうそう、ドラムとベースだけなんで、うん、その間を埋めるというかメロディックなアンサンブルのものをね、うん、入れて、うん、でそこにボーカルを乗せるっていうね、はい、ふふふというわけで、完成バージョンはこの後ですけど、今日はボイスラバーズ、ボイスラバーズから、はい、川上二郎校長に来ていただきました。どうもです。藤井です。今日も最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。また見てね。買ってきたよ、シャキッと切ったよ。キャベツを落として、落としてバスドラにしたよ。梨も、梨も、梨も、
ネアにして思ったよりも、hey、しゃっきりかんないけどこれそれで、hey、ダーリンダーリンステイバイミーのスタンバイミーアズスタンゴースタンバイミースタンバイミーなんかコンプラとかいろいろあるみたいで、はいはい、そう食べ物をね無駄にしちゃいけない、無駄にしちゃいけない、なんとかロス、そうなんとかロス、はい、ちゃんと見てください、じゃじゃん、ねね、これあの俺たちのビートさっきまでドラムだった、そうこれちゃんと美味しく、ねお好み焼き粉にして、はい、いただきます、いただきます、本日もお疲れ様でした、お疲れ様でした。